日本テレビで放送されたドラマ、セクシー田中さんの原作者、芦原ひな子さんが、ドラマの内容をめぐって制作サイドと揉めた末に実施するという痛ましい事件がありました。この件に関してはノーコメントです。ドラマも原作となる漫画も見ていませんし、当面は冷静な議論も望めそうにありません。ですがこの件をめぐってよく話題になる原作と映像化の相互については原則論を一つだけ述べたいと思います。あくまで見る側の問題です。世論は内容度外視で絶対的に原作や原作者重視、原作をいじるな、二次制作者は悪、芸術の敵、という原作原理主義に傾きすぎていないでしょうか。例えば小説が映画になるとして、文章表現と映像表現の見せ方は別だということです。例えば夏目漱石の小説はそんなに派手な事件が起きるでもなし、登場人物がドラマチックな行動をするでもなし、あまり映画には向いていません。小説でしか表現できないこと、小説表現を極めれば極めるほどそうなるのは当然の気がします。もし映画化するなら一旦小説としての形は壊して映像で見せるために再構成。さて、原作者が完全に納得する形で再構成できるものでしょうか？もっと身近な例を挙げますか？ルパン三世。これは少し変わった例で原作改編の改編というか、順に話します。漫画ルパン三世はモンキーパンチ氏によって67年から連載された作品です。71年から読売テレビ系列で約半年アニメ化されました。これが俗に言う第一シリーズ。セクシーなシーンやブルージーなアウトローのムードもあり、大人向きの作風でしたが視聴率は芳しくありませんでした。しかし再放送などでは根強い人気があり、全体のムードを子供向けにした第二シリーズは好評で、アニメルパン三世のイメージを定着させサザエさんドラえもんなどと並ぶぐらいの国民的人気アニメとなりました。第一シリーズのファンの反応はどうでしょう？厳密に調査したわけではありませんが、子供向けになってがっかりした、という声が多いようです。レギュラーの声優さんたちも脚本を受け取ってそう思ったそうですし、自分もです。まあ、テレビ番組が思うような展開にならなかったから怒り狂うとまでは行きませんでしたが、ここで気になるのは第2シーズンは子供向けで原作のイメージと違うという声です。いい悪いは別にして、漫画のルパン三世を読めば第1シーズンも原作とはイメージが違うんですよね。漫画ルパン三世はブルージーなムードなどまるでない、トムとジェリーのようなカラッとしたナンセンスコメディーです。例えば、途切れた階段を登っていて、何個か空中を歩いてから気づいて驚いて落ちる、みたいな、繰り返しますが、いい悪いではなく、第1シーズンからして原作改悪ではなくとも改変ではあります。モンキーパンチ氏のアニメルパン三世に対する感想は今手元にありませんが、アニメ化が継続していることから考えて OK なんでしょう。では、原作者モンキーパンチ氏が、異議を唱えないからアニメルパン三世と原作は全く同一の世界、イメージかというと、有名なエピソードですが、一度パンチ氏がアニメルパン三世を監督したことがあって、ルパンが敵を後ろから撃つシーンを入れたら、上の人にルパンはそんなことしませんと注意されたという話があります。もうアニメのルパン三世は原作者の手を離れて、少し別のキャラクターになってしまったわけです。モンキーパンチ氏とアニメルパン三世の関係は、そういうことがあった、というだけで原作者が抗議したとか問題はありませんでした。しかし、はっきり原作者が怒り、関係を断ち切りながらもドラマが大ヒットした例もあります。それは72年に放送が開始され、中断はありますが昨年12月にも新作が放送された必殺シリーズです。最初の必殺仕掛け人こそ、池波正太郎原作と銘打たれていますが、ドラマを見た池波氏が、イメージと違うと抗議し、仕掛け人以後も必殺シリーズは続きますが、すべてオリジナルストーリーで池波正太郎原作というクレジットはありません。しかしシリーズは好評で現在まで続くロングランです。これまた何度もこれまでの必殺と違うという声もありましたが、原作者の手を離れて成功した例、はっきり原作者から否定されながら成功した例を挙げましたが、何も原作からかけ離れたらいいというものでもなく、ぶち壊しになった例も多々あるでしょうね。最初に言ったことを繰り返しますが、これは見る側の感覚、問題です。原作を変にいじるのは許さん、原作者の意向は絶対死んでも守れ。という感覚はおかしいのではないか、と。普通見る側としては面白いか面白くないかが問題で、オリジナル作品を無条件に崇め立てるのは信仰地味たものを感じます。また優れたオリジナル作品を書いた作者に敬意を表すのは自然ですが、時に限度を超えた崇拝や何かを攻撃するための武器にも思われます。結局、原作や原作者を絶対的な正解とせずに、受け手が一作一作判断するのが自然と思われます。ただそれは見る側の姿勢判断で、一方原作者の権利となると難しいです。心を込めて作った作品がぶち壊しにされるのは忍びないでしょう。たとえ客観的な第三者、ユーザー全てが面白がったとしても、です。そのために著作権には同一性保持権という法があるそうですね。あまりにもひどい原作改編の場合、原作者が改編を禁止できるそうです。
ただこれ、幽霊法というか、条文にはあっても現実にはあまり使われない法律なんじゃないでしょうか。テレビドラマも大金をかけて何十人、何百人もの人間が動いてるわけで、動き出したらそうそう簡単には止められないでしょう。漫画や小説のドラマ化で原作者が抗議した例も先の必殺仕掛け人とか多いですが、制作を差し止めたというのは、ちょっと聞いたことがないです。この辺はやはり原作者側が考えるべき問題ですね。ここからは余談、原作とドラマ、映画化など二次作品に関する面白い例を取り上げてみます。世界一売れっ子のホラー小説家。いや、ジャンル関係なしに世界的人気作家として、スティーブン・キングがいます。この人の小説をいくつか読んで、確かに出力のある A 級の作家ですが、欧米にはまだパワフルなエンターテイメントの作家はいくらでもいて、この人が世界的ベストセラー作家になったのは、映画が何本も大ヒットしたからじゃないかなと思いました。キャリー、シャイニング、ショーシャンクの空に、グリーンマイル、まだまだあります。映画化された作品がどれも大ヒット、もしくは話題作にはなるんですよね。ただ、小説自体はそんなにド派手なスペクタクルシーンばかりかというと、そうでもないです。一方、キングと並ぶと言われるベストセラーホラー作家でクーンツがいます。ホラー小説ファンでなければ知らない人も多いでしょう。この人の小説は、これでもかとスリル、サスペンス満点で面白いです。しかし、何本も映画化されていますがどれもそれほどヒットはしていません。一見映画向きなクーンツが映画にすると面白くなく、一見映画にはそれほど向いてないキングが、映像作家の創造性を刺激するのか、傑作が多々生まれるのは興味深いです。オリジナルの作品があって、それを元にした二次制作作品としては、映画や漫画でスピンオフというのがあります。人気のヒット作から、オリジナルでは書ききれなかった部分や、主役ではない魅力的なキャラクターのドラマを書いたりするものです。あと、シリアスなドラマのキャラをギャグ漫画的にコミカルに描くとかですかね。これの斬新なパターンが漫画怪獣のスピンオフ範疇だと思います。怪獣は映画にもなった話題作ですが、一応説明すれば、フリーターの若者が事情で大金か、もしくは命や人生に関わる大博打に巻き込まれる話です。で、漫画範疇というのは、破れた主人公が過ごす地下強制労働収容所の範疇を主人公にしたスピンオフ作品。原作の設定を使いながら、微妙に範疇のキャラを変え、ドラマ世界のムードも変えています。原作の範疇はニコニコ言葉巧みに同じ立場の仲間をイカサマ博打に誘い、骨までしゃぶるような人間。唾でも吐きかけたくなるような本当に嫌なやつです。ところがスピンオフ範疇の範疇は設定とか同じで、多少ずるいところとかはありますが、そんな嫌なやつでもない。仲間思いで、グルメで生活を楽しむ好人物に書いてあります。作品のテーマも変わっていて、オリジナルの怪獣は手に汗握るスリリングな知能戦、または極限状況での人間を描くシリアスな作品ですが、範疇はお気楽な B 級グルメ漫画になっています。この範疇がグルメという設定も、ティーボーンステーキを食べた、という些細な一コマから発展させたものです。これが面白いです。大傑作とまでは言いませんが、ブルボンのお菓子とか餃子パーティーとか簡単に手の届く食べ物に関する話で、わかるわかるとかなるほどと思わせながら読ませます。でも、これ、普通にオリジナル漫画にしたらあんまり面白くなさそうな。オリジナルの設定やキャラの親しみやすさを活かしつつ、全く別の漫画世界を作った範疇、地味にスピンオフの発明だと思います。あと、映画、デビルマン。いろいろまずい点があるんですが、その一つに原作でのハイライト。一番衝撃的な終盤のあのシーンは原作に忠実なんですよね。演出がもたついてたなぁ、とかもありますが、まあ流れは原作通りでした。これも原点要素だったと思います。この映画を見る人の大半は原作を読んでいると思うんですよね。それを原作通りにやるのは意味がないというか、かといって、変にいじったらまた怒られそうですが、あと原作がゴレンジャーみたいなチームものの漫画の場合、漫画通りのメンバーを揃えるのが大変そうですが、その点はイルドセブンはなかなか頑張りました。ただ惜しいかな、両国とチャーシューのキャラがごっちゃになったー。途中からモヒカンというわけのわからないキャラも入ってきたー。ドラマ書務にもあまり注目されなかったスタートでしたが、すぐ評判を取ってなかなかのヒットとなりました。原作も突き抜けた会社ギャグ漫画ですが、ドラマはキャラも一部変え、時代劇的にパターン化させた痛快さが良かったんですかね。仮面ライダー、ゴレンジャーなど東映の特撮ヒーローもので有名な伝説のプロデューサー小平山徹氏は、個人的には怪奇物が好きで、初のプロデュース作品は水木しげるの悪魔くん。ドラマ化にあたって、原作の水木しげる氏自ら、ここを漫画と変えてください、とアドバイスされ、はい、それが後の仮面。爺様の話はキリがないんでこの辺で。ご視聴いただき、ありがとうございました。よろしかったら、高評価、チャンネル登録。
お願いします。うつ主、図に乗って一層暴れるでしょう。うるせえ。